試し引き。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。また登場していただきましたけども、お試し引き T シャツ。いいじゃん。衣装がなかったもので。衣装なかったよ。ビキ T で。ビキ T。着てきました。ビキ T ですけども、あのギター頑張ってね。毎日練習してます。毎日やってるよね。うん、やってる。素晴らしいじゃないですか。本当に。いやー、感心感心。ちょっと指固なってきたりしてんの？なんかね、ここら辺がちょっと感覚なかったりしてる。うん。ちょっと見せてみて。お、ちょっとこっちは。変わらん。ここで触るとね、感覚ないのよ。あ、そう、うん、おー、努力の証、うん、仕上がってきましたね。爪も切ってる、しっかり。うん、切ってます。もうね、がっつり白いとこなくなるまで。はい、切ってます。いやね、そういうね、もうたまちゃん頑張ってるんで、うん、ギターちょっとご褒美というか、おニューギター早速早速ニューギター、よいしょ。はい、こちら、はい、はい、どうぞ。なんかすべすべのケースだ。すべすべのケース。開けていいの？開けてください。これ実はね、前紹介したやつなんですけど、うん、どうですか、スタイリッシュでしょ。うん、すごい。このケースがまずね、なんかいい感じなんだけど、うん、まあこれちょっとギター出してみてよ、はい、どうですかこれ。すごいマットな感じマットな感じでしょ、うん、こんな感じになってるんです。これちょっと普通じゃないよね。何が普通じゃないでしょうかこれ。いや、ちょっとわからないの。ギターっていうものが分かってないからね。あの、これ木じゃないんです。あ、そうか。はい、まず木じゃない。これ一体成形で作ってある。これカーボンが入ったね、ポリカーボネート製なんですよ。うーん、はい、これなんていうやつかというと、エンヤミュージックさんのノバゴー。ノバゴー、ノバゴー、ノバゴね、ちょっと革新的なというかね、もう普通じゃないんですけど、うん、これちっちゃいでしょ。ちっちゃいもわからんか。いや、アコギとしてはね、かなりちっちゃいですよ。まあ、エレキみたいな感じさ、うん、サイズ感的には、うん、でもちろんこう木じゃないので、うん、水につけても大丈夫やし。いや、ダメでしょ。いや、ほんとほんと。ほんとに？大丈夫。そう。ほんと書いてあるもん、それって。水につけても大丈夫やし、熱、まあ、例えばこの暑い日で、車の中に置いてても、ほんとに？大丈夫やし。もうアウトドアバシバシ持って行ってくださいと。雨の中でも？雨の中でも。雨の中で、まあ、キャンプとか、はいはい、でこの前海行ったけど、うん、あの海持ってってジャブジャブやりながら。いや、嘘でしょ。いや、ほんとほんと。だって木じゃないもん、乾けばもう。へー、そういうやつよこれ。すごい、これノーバーゴー。ノーバーゴー。言いたい言いたいってやつなんですね。はい、はい、で、うん、まあ、これちっちゃくて弾きやすいんで、うん、たまちゃんにいいかなと。あ、本当に？うん。で、はい、さらにですね、うん、あの、まあ、音的にもです、ここに穴あるでしょ。うん。これ練習用にすごくいいと。まあ、音こう自分の方にこう聞こえるわけよ。あー、なるほど。うんうん。へえ。で、練習ガンガンしてたらさ、うん、こう音前に出てもさ、やかましいやん。騒音問題みたいな、夜中やるみたいな。これちょっとこう自分の方に向いてさ、うん、こう。ちゃんとモニタリングした方が。そういう意味なんだこれ。あ、まあそういう用途というかさ、まあ前にもさ、サウンドホールあるけども、うん、こういう風に確認できるということで、はい、これで練習してもいいんじゃないでしょうかと。なるほど。はい、では中間発表じゃないですけど、どんぐらい経ちました、練習し始めて。え、どうだろう、全然カウントしてないけど、うん、1ヶ月経って1ヶ月経ったかな。経ってないよね。
経ってないぐらいじゃない？そうだと思う。うん、どんぐらいできるのかどうなんだいと。やばい弾けるのかいどうなんだいと練習してないじゃん。練習コードは抑えられるようになったの？なった。なった。ちょっと知ってるなったって言っていいのかどうか分かんない知ってるコードちょっと聞かせてくださいよ。お G ピック欲しい。うん、欲しい。ピック、はいはい、試し弾きピック、はいおお、それなんていうことですか？ G。 G。 はい。他は？あと習ったのが、うん。でも一番最初に習ったのはこれじゃなかった気がする。おお。Aマイナー？ Eマイナーくらいね。おお、いい。あとね。そのストロークの鋭さなんなん？シャキーンみたいな。あれ本当？うん、いいと思うけど。うん。これも難しい。そう、C ね。うん。あ、おお、いいじゃないですか。なんか曲弾ける曲。曲。あの明日があるさとか。これ全然あのあいい感じだったと思うけど、あの多分あの Google 先生も見つからんっていうか、あの著作権的には OK かもしれない。コードしかなるほどね。あ、いいじゃないですか。どう？いい感じ。おお、ここまでできるようになったんですね。できるようになった。あれはあのなんだっけ、キラキラ星は？あ、一弦だけのキラキラ星。あ、一弦だけ。そういうのはちょっと受け付けてないっていう。覚えてないの？忘れた。忘れちゃった。77でしょ。そうそう。うん。そこ薬指の方がいいかな。なるほど。うん。そう、親指の角度面白いな。あ、違う。どうですか？これね、実はちょっとね、あの細いというかネックが割とこう、あ、そうなんだ。玄関ピッチじゃない、こうナット幅が結構ね、ここが細いのよ。だから割とね、あの小柄な方とか、うん、女性の方でも、うんうん、結構弾きやすいと思いますね。大きめよ。でも、うん、でもまあちっちゃい方がさ弾きやすいなっていう瞬間もあると思うよ、そのコードによってはね。うん、そうそう。あとはこう音の感じどうですか？かなりこう明るくない？うん、そうね。ボワーンっていう感じじゃなくてこう全然明るい音だC は難しかった。そうそう、なんか割とこうキラッとしたさ、うん、聞こえやすい音というかさ、うん、ボワーンってなんかこう弾いててもちょっとこうよどんでてなんかやだなっていう感じはしないでしょ、うん、カラッと、うんうん、これカーボンなりっていうか、この面白いよね、木のなりとはまたちょっと違う感じなんです。うーん、エンヤミュージックのなんとかゴー覚えろやノバゴーやい。ノバゴー、そんな。ノバゴーやい。なんだっけ。これね、はい。こういうので練習すると、またこう気軽にね手に取りやすいと思いますんで、
もっと上達するんじゃないかなということで、はい、はい、今後もまたちょっと中間報告というか抜き打ちチェックしていきますんで、やばーい。あとね、弦交換とかもね、うん、あのギタリストたるものをできなきゃいけないので、はいはいはい、このノバ GO でまたやっていこうと思いますんで、はい、ちょっとそれがね、私その弦楽器を牽引する牽引してんの、あのバイオリンやってたよね、バイオリンをね弦交換してね、うん、いきなりプチンって切ったんだ、あートラウマやねあれね、そうなの、はい、それはお教えしますんでまたやっていきましょうか、はい、はい、じゃあそんな感じで今日はそのこんぐらいしといたろはい、じゃあまたね、バイバーイ。